ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あーなんで恐竜絶滅しちゃったのよ。私も間近で見てみたかったー。間近でって、命がけにも程がある観察だな。だって気になるもん。そもそもあれだけ多種多様で強い種だった恐竜が、たった一度の気候変動で絶滅するなんて、一匹くらい残ってたってよくない？無茶言ってやるな。恐竜の絶滅は隕石衝突説を原因とする考えが有力だが、これがどんな内容か聞けば納得できると思うぜ。というわけで今日は、当時何が起きたかを時系列順で説明していくぜ。どれだけのことが起きたかしっかり聞かせてもらうわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、直径 10km の隕石が音速の60倍で大気圏に突入。時は6600万年前の中生代、恐竜や巨大な昆虫が地球に生きていたその日、突然世界に終焉が訪れた。空に一つの光が瞬いたんだが、それはすぐさま太陽より大きく明るい火の玉に変化したぜ。映画の導入かな？残念ながら本当にあったとされる話だぜ。この光は地球に向かって降り注いだ隕石だったんだ。隕石の直径はおよそ 10km、世界最高峰であるエベレストの高さを上回る大きさだ。エベレストよりも大きい隕石が衝突って、もう絶望的すぎるよ。しかもそのスピードは音速の60倍、時速64000km という凄まじい速さだった。そのスピードで大気圏を貫いた隕石は、まばゆい光を放った2秒後に、現在のメキシコ、ユカタン半島付近の海に突っ込んだぜ。はぁ？大気圏突入から2秒で、エベレスト級の塊が落ちてくるんでしょ？想像しただけでゾッとするんだけど、まったくだぜ。恐竜たちは何が起きたかもわからなかったろう。隕石が大気を貫いた瞬間に超音速の衝撃波が地球全体に広がったんだが、それに驚く間もなく終焉が始まってしまったからな。2秒後に原子爆弾100億個分の威力で爆発。隕石が大気圏を突入し衝撃波が起きた2秒後、隕石はユカタン半島付近の海底に存在する岩盤に直撃したぜ。さて霊夢、これだけ大きな隕石が落ちるとどうなると思う？間違いなく爆発するでしょうね。正解だ。この時周囲に放出されたエネルギーは核兵器数十億個分。その破壊力は原子爆弾100億個分に相当するぜ。原子爆弾100億個分、とんでもない破壊力ね。ああ、そこから放たれたエネルギーが閃光となり、二つ目の太陽のごとく地球を照らした。同時に起きた爆発の威力は、推定で高性能軍用爆薬 TNT 火薬100兆トン分を超えるぜ。ごめん、谷がすごすぎて全然想像できない。そうだな、TNT 火薬は第二次世界大戦中に使用されたものだ。爆発の威力は戦時中の武器を例に、放出されたエネルギーは原子爆弾の威力を例に、その数百倍と考えてみると、その規模がどれほどのものか少しは想像ができるかもしれないぜ。背筋がゾワッとしたわ。しかも爆発に加え、生まれた衝撃が大地震のそれと変わらぬ威力を持ったまま、わずか数分のうちに地球全土に広がり、次々と被害を招いていったぜ。3、時速 1000km にも達する衝撃波発生、9秒後には熱放射も。大規模な爆発につきものなのは衝撃波だ。この隕石の衝突でも類に漏れず、衝撃波が発生したぜ。爆発と大気が衝突した結果生まれた衝撃波は、なんと時速 1000km にも達するものだった。時速 1000km の衝撃波？とてもじゃないけど逃げられない。さらに威力も桁違いの衝撃波だったため、周囲一帯の土や植物、恐竜を含む動物たちはなすすべもなく細切れになったとされている。そしてそのまま数千キロメートル離れた地域まで撒き散らされ、一足先に絶滅への道をたどったぜ。いやあ、細切れって、しかも自分の体の残骸が数千キロ離れたところまで飛ばされるんでしょ？最悪だよ。加えて隕石衝突の9秒後には熱放射が始まってしまった。爆発によって放たれた熱放射は光の速さで伝播し、半径 1500km にあるものすべてを焼き尽くしたぜ。もし仮に東京にこの隕石が落ちた場合、日本全土は当然崩壊。さらに約 1100km 離れた韓国ソウルや、1300km 離れた北朝鮮平壌なども壊滅するレベルだな。1500km も離れたところまで切るしてくる隕石やばすぎー。しかも衝撃波に熱放射って生存確率ゼロじゃない。ああ、衝突地点から比較的近い 1000km 以内にいれば、衝撃波によって細切れに。そうならなくとも熱放射によって、全身にひどい火傷を負って死に至る。草や木であればなぎ倒され自然発火するし、あらゆる物質は衝突の半径 1500km 内で生き残ることはできなかったぜ。閃光に衝撃、燃え広がる炎、まさにこの世の終わりのような様子だわ。しかしまだまだ隕石衝突直後に起きる事象は終了していない。次に行こうか。すでにオーバーキルなんだけど。4、近くは波打ち、直径 185km のクレーターが形成される。
さて隕石衝突の衝撃が発生すると同時に落ちた先の岩盤にも異常をきたしていたぜ。これがとにかく厄介なんだ。これだけの威力があれば地面もぶっ壊れるよね。ああ、衝突のエネルギーは岩盤を溶かし、地殻を押し出した。海底にはおよそ 160km にも及ぶ穴が開き、押し出された地殻はすぐに寄り戻しを起こして、衝突地点には一時的に高さ 10km の巨大な山が形成されたぜ。穴ができるのは理解できるけど、地殻が押し出されるって？水に飛び込むと周りの水が外に押し出されるだろ？そしてすぐに元に戻ろうとして飛び込んだ自分に集まってくる。これが地殻を対象に起きたんだよ。ものすごい衝撃で衝突されたから地殻が凹み外に押し出されたが、戻る力が作用して一時的に山ができたってことだ。なるほどね。って、硬い地殻で何注文起こしてんのよ。まあ当然ただでは済まないな。この山は数分で崩壊したが、周囲の岩や隕石そのものは爆発の衝撃で蒸発し、直径 180km の巨大なクレーターが残った。このクレーターは現在も残っていて、チクシュルーブクレーターと呼ばれているぜ。痕跡だけでも甚大な被害だわ。そして地殻に与えられた強すぎる衝撃は、地球規模の大災害を次々に起こしていくこととなったんだ。もう地球生物の HP0 なんだって。この時点では、まだ半径 1500km 以内だけの被害だぜ。まあ範囲内にいれば、隕石の仕業とも知らないまま体を焼かれ命を落としただろうが、その他ではまだまだ古代生物が生きている。そうだよね。隕石落ちた場所から離れてる生物は無事に生き残れることができて、天寿を全うできたんだよね。いや、ここからは残された生物の駆逐が始まるぜ。なあ、なんだって ?5、高さ1000メートルの巨大な津波が大陸を飲み込む。地殻でさえ衝撃によって波打つのなら、海水だって同じようになるよな。先ほど一時的に形成された山が崩壊したことによって、海の水は急速に押し戻され、巨大な津波となったぜ。どれくらいの高さの津波なの？この時発生した津波の高さは、どれも数百メートルを下らず、最大でおよそ1000メートルもの高さにまでなっていたぜ。1000メートルって、スカイツリーより大きいじゃん。想像しただけでもう怖すぎるんだけど。しかも津波は隕石衝突地点から四方八方に解き放たれており、周辺大陸は海岸線を中心に巨大な水の壁に飲み込まれることになったぜ。いやもう生き残れる気がしない。そうだな、かなり広範囲まで飲み込むだろうし、巨大な水の壁に飲まれたら生きて出ることはできない。加えてこの津波はあまりの大きさに、発生から15時間が経過しても約100メートルの高さを保持し続けているんだ。逃げられないし全然終わらない。その上災害は津波だけにとどまらない。それが巨大な地震だ。まさかの巨大な津波と地震のダブルパンチ？海王がとグラードンが同時攻撃してくるようなものじゃん。6、マグニチュード 10.1 以上の巨大地震が発生。津波の恐ろしさに逃げ惑っていると、突然地面が大きく揺れ動く。地殻が衝撃により動いたことでプレートは大きくずれ、マグニチュード 10.1 以上の超巨大地震が地球を襲ったんだ。マグニチュード 10.1 って、iOS のバージョンかな？聞いたことないんだけど。いや、聞いたことあったら困るだろ。とはいえ東日本大震災のマグニチュードは 9.0。今までで確認されている最大マグニチュードは 9.5 だから近しくはある。ただ、この 0.5 や1の差はかなり大きいぜ。そうなんだ。数字だと大差ないから実感が。マグニチュード10の地震は地球規模で断層が数メートル揺れ動き、震度8以上の揺れが10分から1時間以上続くとされている。津波もさらに発生するし、火山の噴火も次々に起きるな。地震に詳しい研究者は、これは過去160年間に世界で起きた全ての地震が同時に発生するようなものと表現している。まさにこの世の終わりを告げる揺れだぜ。いや、めちゃくちゃやばいじゃん。ちなみに隕石衝突時にはこれ以上のエネルギーが発生していたため、この世の終わりレベルの揺れを当時の恐竜たちは2度も体感していることになるな。もうやめてあげて、かわいそうになってきたよ。やめれるものならやめたいが、隕石はすでに落ちてしまった。この終焉を止めることはできないんだよ。7、衝撃から8分後、地殻から溢れた熱い砂と灰が地面を覆う。隕石衝突からおよそ8分後、大きすぎる衝撃や地震の影響で地殻から噴出物が溢れ出すぜ。すでに植物は燃え盛り、動物は命を落としつつある中、焼けた大地を熱い砂と灰が覆い尽くしていくんだ。生存の望みを限りなくゼロに削っていく。衝突地点に近い場所では、地面は厚さ数百から千メートルを超える岩石に埋もれてしまった。仮に地中に潜って難を逃れた生物がいても、このせいで二度と地上に這い出ることはできなかっただろうな。いつの間にか1000メートル下の地中に埋まってるの怖すぎるって、安らかに眠ってください。だがこの時点でもまだ生き残った生物は少なくなかったぜ。
空を飛んだ鳥類や衝突地点から遠い場所の生物たち、海底に眠る海洋生物なんかは生き延びていた。おお、これでもまだ生きている生物たちがいたのね。これでやっと希望の光が見えて、しかしここからは住んでる場所に関係なく命が淘汰されていくことになる。もう勘弁して。8、45分後、時速 965km の風が全てをなぎ倒し、岩石を撒き散らす。隕石の落下から45分が経過する頃、一陣の風が吹きすさぶぜ。その風の時速はおよそ 965km。地球上に立っている全てのものをなぎ倒していくんだ。いや、時速 965km の風って怖すぎでしょ。この風は地面を覆った岩石をも吹き上げ撒き散らし、この後の地獄絵図を加速させる。また隕石衝突で起きた火災の火もこれに煽られ、辺りに被害を拡散しながら燃え広がるぜ。おとなしくしててくれないかな？9、地球に大量の流星が降り注ぎ、灼熱の気候に。強力すぎる風は岩石を撒き散らしたと言ったが、これはただ岩を転がした程度の話じゃない。多くの岩石は高く舞い上がった上で 4000km 近く吹き飛ばされたんだ。これはちょうど隕石衝突地点からカナダくらいまでの距離だぜ。殺意の塊が飛ばされてますよ。しかも岩石はどれも小さいわけじゃなく、加えて高速で打ち出されたため高温だった。それらは地上に落ちる頃には、もはや赤く熱を帯びて発光する流星と化していたぜ。今夜は流れ星が綺麗だねー、言うてる場合か？しかも隕石衝突時に飛び散った破片も流星と化していた。そのどれもが何百度という高温になり、空から巨大隕石の第二波として次々に降り注いだんだ。砂塵で薄暗くなっていた空が突如赤く色づき、燃え盛る流星が降り注ぐ。まさに週末の風景が地球上では繰り広げられたぜ。見たこともない週末の記憶が頭に、今までの事象より想像はしやすいかもな。この流星群により地球上で大規模な火災が次々と広がり、また衝突による衝撃波や熱放射による被害も拡大していった。その上恐ろしいのは、この多すぎる流星群が大気の温度すら上げてしまったことだぜ。地球ってそう簡単に気温が変わるもんじゃないでしょ？普通ならな。だが数百度の熱を持つ流星群は数百トン分も降り注いだと推測されているんだ。大気の温度すらそれに引っ張られてしまうのは無理もないだろう。温度の上がり方はいくつか説があるが、有力視されているのは数分で数百度まで気温が上がったとするものと、1分で数千度まで気温が上がったとするものだな。ほとんど一瞬で灼熱地獄じゃない。ああ、数百度から数千度とは工業用オーブンの内部くらいの温度だからな。地上にいた生物は皆焼死しただろう。隕石落下地点から遠い場所であればあるほど、何もわからないうちに突然空が赤くなり、週末が始まったはずだぜ。怖すぎるって、鳥なんて一瞬で焼き鳥よ。美味しそうに表現するな。さてこの日に起きた事象で多くの生物は脱落したが、これでもまだ生き残りはいたんだ。しかしここからまだまだ命を刈り取る事象は起きていき、地球上の生物がほぼ絶滅していくこととなるぜ。10、ガス状の硫黄が太陽を遮り、地球を冷却。衝突による衝撃や熱放射、またこれらの流星群が引き起こした気温上昇によって、最悪の事態は招かれてしまった。衝突地点の周囲に豊富にあった硫黄は気化し、ガス状の霧となって大気中に放出されたんだ。あれ？硫黄ってかなり危険なやつじゃない？有害性ももちろんだが、問題はその量だな。なんと3250億トンにもなる硫黄ガスが大気中に放出されたと予想されているんだ。これだけの量が大気中に放出されれば、有害性より何より太陽が遮られ、気温が急激に低下してしまう。そんなフィクションみたいな。また硫黄ガス以外にも週末の事象で巻き上げられた砂塵が雲となり、地球を覆った。これにより地球は太陽の光を遮られ、暗闇に包まれることとなったんだぜ。地球上に残る光は、地獄の残り画である炎だけだ。すべてが絶望、希望がどこにもないわ。数日で数百度あった気温は25度前後まで下がり、気候変動に耐えられず命を落としていく生物も多くいた。そんな中でも粘り強く生きていた海洋生物や植物は、別の理由で生き耐えていくぜ。11、日光不足で植物やプランクトンが死滅、海洋生態系の崩壊。闇に包まれた地球は急激に冷却されただけでなく、当然ながら日光を失ってしまった。太陽の光は万物の命を支える希望の光。これが失われれば命を落とす者も少なくない。これ以上絶滅しないでー。霊夢の祈りも虚しく、日光不足はまず植物を死に至らしめていったぜ。そして光合成ができないということはすなわち、植物の命だけでなく地球全体の酸素レベルも低下させる。この時点で生き残っていた生物も、酸素不足で数が減っていくぜ。植物が消えたらそれを餌にする生物も危うくない？その通りだ。餌不足と酸素不足で生き延びられる種はそうおらず、ここで地上の動物の生存率は限りなく低くなった。
加えて日光不足はプランクトンにも影響を及ぼし、およそ 90% の海洋プランクトンは死滅してしまったぜ。プランクトンたちまで、でも大きな海洋生物は生き延びれるわよね？いや、プランクトンは海洋における食物連鎖の最下層を担う重要な生物。これがいなくなったとなれば、海洋生物も餌不足や海水汚染で命を落とし始めるぜ。最終的には大型の海洋性爬虫類やアンモナイトに至るまで多くの海洋生物が死に絶えた。海洋生物は結構生き残ってそうだったのに、深海であればなおさらだろうな。だがそれもここで途切れてしまったぜ。また植物やプランクトンの光合成で得られる空気の浄化作用も失われ、地球を覆い尽くしたススや灰が洗い流されるまでに何ヶ月という時間を要した。その間硫黄ガスの膜は泥のような酸性を降らせ、大規模な火災で生まれた大量の毒素はオゾン層までも破壊していたぜ。地球にまでダメージいってるんだけど、地獄を加速させないで。時間が経つにつれ地獄はパワーアップし、気温の低下も加速していった。これがまた生物の数を減らしていくぜ。12、何十年もの間続いた極寒の冬の到来。ようやく終末の世界が終わったと思いきや、生物は極寒の世界を体験することとなるぜ。気温がどこまで下がったかは定かでないが、海水温は摂氏7度まで下がっていたようだ。氷河期、とまではいかなくともかなり寒そうね。ああ、1884年に起きたインドネシアの火山噴火では、今回の4分の1程度の硫黄が大気中に放出されたが、これだけでも5年で地球を約1度冷やしている。隕石の衝突による冬は何十年と続いたようだし、0度を下回っていても不思議じゃないな。太陽光なしでそれは無理。しかも数百度から数千度の灼熱地獄から突然これだけの冬になっているんだ。生き延びられる方がすごいと思うぜ。また一説ではこの長く厳しい冬の間に巨大ハリケーンが複数回起きていたという話もあるし、まさに地球は終末を迎えた終わりの星だっただろうな。餌なし光なし安全もなし、絶対に住みたくない星になっちゃったよ。暗く寒く生きとし生けるものはほとんどが骨となって地面に転がり、その上に菌類が繁殖する腐海のような環境と化した。今は青く輝く美しい星だが、この時ばかりはくすんだ霧に覆われた死の星としか言いようがないぜ。13、地球上の生物の7割強が絶滅。こうして終末を迎えた地球上では、数々の事象が連鎖して当時生息していた生物のうち、およそ 75% が絶滅してしまった。もちろんその中には恐竜も含まれているぜ。生き残れなんて言ってごめん、これは無理だ。突如襲い来る衝撃と熱、洪水と炎が地表を覆い、流星群が終わりを告げ世界が闇に包まれる。こんなの昨今ファンタジーゲームでもなかなか見ない惨状だ。リアルでこれを生き抜くのは並大抵のことじゃないぜ。オーバーキルにオーバーキルを重ねるな。一応長きにわたる冬と暗闇は数十年後には終わりを告げたが、その時地球はひどい有様になっていたぜ。あたり一面に枯れ果て炭と化した植物が倒れ、悪夢の日の前日まで命を謳歌していた者たちが、みんな骨となっていたんだからな。なんか泣けてきたよ。隕石の衝突による被害で命を落とした生物もいたが、絶滅した種の多くはその後に起きた気候変動と、地球が闇に包まれたことによって、その命を奪われていた。仮に隕石が落ちた場所に硫黄が豊富に存在しなければ、あるいはもっと深い海のど真ん中に落ちていたなら、今の地球の生態系は大きく変わっていただろうな。ひょっとしたら恐竜の生き残りもいたかも？まあこの日隕石が落ちていなくても、巨大火山の噴火で同じような事態になっていた可能性も示唆されていたし、恐竜が絶滅するという筋書きは決まっていたのかもしれないけどな。恐竜の時代が続く未来が見てみたかった。14、絶滅せずに生き残った鳥類や哺乳類。たった一つの隕石により繰り返された日常は奪われ、多くの種の明日は永遠に閉ざされてしまった。しかしあの悪夢のような日を乗り越え、何十年という厳しい冬を耐え切り、生き残った種も確かに存在していたぜ。地球に残った 25% の希望、あんな地獄のような地球を何十年間も生き抜いたの凄すぎるんだけど。本当だよな。恐竜の直系の子孫である鳥類や爬虫類、現在地上の支配者となりつつある哺乳類が死の星の中で生き延びていたんだ。それまでの地球上では体の小ささや弱さから恐竜に淘汰され、限られた場所で生き続けていた弱者たちこそが意外にもこの悪夢を乗り越え生き残ったんだぜ。生存競争において体の大きさや強さだけが全てじゃない。不思議なものね。生物史では弱者が生き残り、強者が滅ぶというのは繰り返されている事象だ。
強い生物というのはもっぱら体が大きく力が強いものだが、生命の危機に瀕するとき、その特徴はむしろ足かせとなってしまうことが多いからな。そうなの？大和小を兼ねそうだけど、体が大きいほど使うエネルギーは大きく、餌の量もそれに合わせて増えてしまうし、何より恐竜は高温動物とされているため、体温を保つためにも大量の餌を必要としたと考えられるんだ。だが生き残った鳥類や爬虫類、哺乳類は皆小さく餌も少量で、爬虫類に関しては変温動物のため、気候変動の影響を冬眠で切り抜けることができたんだぜ。なるほど、餌の量も体温も終末において死活問題だわ。だろ？また鳥類は他の種の支配が及ばない空を生息地としたり、恐竜などの強者から逃げるため、穴や木のほらに巣を作り隠れ住んでいたんだ。そのため数々の悪夢も巣でやり過ごしたり、持ち前の翼で長距離を移動して難を逃れることができたぜ。生存率をぐっと上げる特徴をお持ちで、そして我々の祖先、哺乳類の生き残りは、その体の小ささを最大限に活かしていた。小さな体で被害の及ばない場所へと隠れ、発達した嗅覚や聴覚で少量の餌を探し出し終焉をしのぎ切ったぜ。こうして生き延びた種が時間をかけて生態系を作り直していったんだ。生き抜くにはコンパクトさが大事だわ。そして人類の祖先あっぱれすぎる。またこの他にも植物や菌類は生き残り、光の戻った地球を少しずつ緑ある風景に戻していったぜ。シダが10年以上もの年月をかけて地球全体に広がり、それに続いてヤシなどの植物も芽吹き出し、酸素を放出し始めたんだ。戻ってく、母なる大地地球に、終わりを体験し生き延びた生物たちは、少しずつ地球都市を繁栄させていき、今の地球を完成させたんだ。あれほどの終末を再生したのが弱者だったとは、生命史は不思議なものだぜ。この世界って本当に神秘的だよね。そして今の地球があるのは、過酷な環境を生き抜いた生物や植物たちのおかげだったんだね。改めて今生きていることに感謝だね。さて今日は、恐竜が絶滅した日に起きたこと、その後の地球の様子について紹介したがどうだったかな？生き残れとか無茶言ってすみませんでした。これだけの惨事だ。絶滅するのが普通でむしろ生き残った方がありえないくらいだろう。もしこんな大量絶滅が今起きたらどうしよう。人間は生き残れるかな？まあ人間は技術や知識がある分、恐竜よりも絶滅まで抗えそうだが、正直半々の確率じゃないか？準備がしっかりできていれば、全滅は避けられると思うぜ。半壊はするかもしれないじゃん。私生き残れなかったらどうしよう。まんじゅうなら小ささは申し分ないし、寒くても冬眠すればいけるだろ。私をどんな生物だと思ってるの？というわけで今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくねー。